考実験シリーズ。今回は、爆弾持ち込みのパラドックスを紹介するよ。どんなパラドックスなんだろう？確率のパラドックスとか、確率の誤謬と呼ばれたりする種類のものだね。じゃあ、海外旅行に出発するチルノちゃんとヨウムの様子を見てみよう。初めての海外旅行。昨日は、楽しみすぎて、全然寝れなかったよ。大丈夫？アイス食べすぎて、お腹痛いの？お腹は大丈夫。実は飛行機がすごく不安なんだよね。この前、爆破テロのニュース見ちゃって。この飛行機は大丈夫かな？誰かが爆弾を持ち込んだりしないかな？にょん。大丈夫だよ。手荷物検査もあるし、ものすごく低い確率でしかそんなこと起きないよ。でも、その低い確率に当たったらと思うと、急に不安になってきたんだよね。チルノちゃんらしくないね。あ、とっておきの解決策があるよ。だったらチルノちゃんが爆弾を持ち込めばいいんだよ。え、どういうこと？仮に、誰かが飛行機に爆弾を持ち込む確率を1万分の1だとするよ。そうするとたまたま2人の人間が、同じ飛行機に爆弾を持ち込む確率は1万分の1かける1万分の1で、1億分の1になる。これは、世界で飛んでいる飛行機の数を考えれば、ほぼゼロに等しいでしょ。エンジントラブルとか、他の問題で事故に遭う確率の方がずっと高いんだよ。なるほど。さすがヨウムちゃん頭いい。じゃあ私が爆弾を持ち込めばいいんだね。にょん、安心できてよかったね。爆弾も無事、持ったし、これで何の心配もなく飛行機に乗れるね。うん、いよいよ出発だね。ちょっと待った、その手に持っているものは何ですか？これは、テロとかじゃないよ。これがないと、爆弾を持ち込まれちゃうかもしれないから。いいから、ちょっと来なさい。うわぁ。さて、この話のどこにおかしさがあったんだろう？ヨウムの主張を確認してみよう。まず、ヨウムは、誰かが爆弾を持ち込む確率を1万分の1だと仮定した。そこから、たまたま2人の人間が爆弾を持ち込む確率を1万分の1の2乗だと考えた。これが正しいとすると、チルノ自身が爆弾を持ち込めば、他の誰かが同時に爆弾を持ち込む確率を下げられる。そう結論したわけだね。さて、どの部分がおかしかったんだろう？チルノが爆弾を持ち込むことが確率を変動させると考えるのが、なんかおかしいよね。爆弾が持ち込まれる確率を、チルノが爆弾を持ち込む確率に適用することはできないんだ。つまり、爆弾が持ち込まれる確率とは、見知らぬ他人が爆弾を持ち込む確率なんだ。この確率が、1万分の1になる。しかし、この確率をチルノ自身にも適用して良いのだろうか？ダメだね。チルノが持ち込むかどうかは、もう決めているんだから。そう、実際はチルノが爆弾を持ち込む確率は、1万分の1ではなくて、1なんだ。これをもとに、正しい確率を計算してみよう。他人が爆弾を持ち込む確率が、1万分の1という部分は正しい。そして、爆弾をチルノと他人が持ち込む確率は、チルノは確実に持ち込む、つまり1だから、他人が持ち込む確率、1万分の1をかけても、1万分の1のままなんだ。結論として、チルノ自身が爆弾を持ち込んでも、他の誰かが同時に爆弾を持ち込む確率は最初と変わらないんだ。すっきりしたね。今回は簡単な問題を扱ったけど、このパラドックスから学べたことをまとめておこう。確率の計算では、本来、確率を適用できない対象に、確率を適用してはいけない。複雑な確率の計算ではこういった、確率の誤謬が含まれていないかちゃんと確認することが大事になるんだね。そして、確率の計算では特に、日常語の多義性に注意する必要がある。誰かという言葉は、自分たち自身も含めた全ての人を意味する場合もあるけど、今回は、チルノとヨウム以外の全ての人という意味だったんだ。この二つの意味を一緒にしたことから、今回のパラドックスが生まれているとも言える。日常語の多義性、こういった正確さが求められる問題では注意が必要だね。言葉の多義性の問題ということで、これは余談だけど、パラドックス関連の動画を上げると、この話には論理的な矛盾は含まれていないというコメントがたまにあるのでお答えしておくね。パラドックスという言葉には、一見擁立しがたい命題が、擁立してしまうように見えるような問題という意味もあるけど、論理的には矛盾しないが、直感的に受け入れがたい問題という意味も含まれているんだ。本によっては、後者を疑似パラドックスと呼んだりすることもあるけど、研究者同士の間でも必要がない限り、そこを明確に区別はしないかな。なので、このチャンネルで扱っているパラドックスとは、両者を含んだ一般的な意味で使っていると捉えてもらえたらいいかな。
今後はこういった確率のパラドックスなども少しずつ取り上げていきたいと思っているので、ぜひよろしくお願いします。うん、楽しみにしているよ。今回のパラドックスは、イアン・ハッキングの本から、少し内容を変えて紹介させてもらいました。この本は、確率の話がたくさん解説されていて、とても勉強になる本なので、もし気になった方は、手に取ってみてください。今回も、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。この動画へのご意見や、今後扱ってほしい話題なども、ぜひコメントお願いします。このチャンネルでは、今後も思考実験や、哲学や心理学、学習関連の動画を上げていく予定です。高評価チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それでは、皆さん、お元気で。またねー。